さん、こんにちは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はセリアでの購入品があるので紹介していきたいと思います。と後からスマホを直しに行くので、もう内カメラじゃなくて外側カメラだけなんか黒いなんか影があるんですよね。で内カメラだとあの影がなくて、なので最近は内カメラ動画ばっかりだったんですけど、今日直しに行きます。で、直ってからも内カメラの動画とかは結構内カメの方が好きっていう方が多いので、今後直っても内カメラ動画はあると思うんですけれども、はい、今日直しに行くので外側カメラでも撮れるようになります。外側カメラのね、なんかカメラの中がなんか悪いみたいで、はい、スマホごともう変えるので多分黒い影はなくなると思うんですけれども、はい、今日はセリアでの購入品を紹介していきたいと思います。それでは紹介していきたいと思います。まずこちらのコラージュ柄のアルミホイルを購入してきました。私あんまりというか、もうアルミホイルをね買わなくてあんま使わないんですけれども、なんか柄が可愛いなと思ってこちら買ってきました。こんな感じの柄なのかな、こういう、はい、こういう柄だと思うんですけれども、ビスケットのデザインとか多分あるのかな、可愛いなと思ってこちら買ってきました。で、次はこちらです。こちらの、袋を購入しました。これドーナツのね、ドーナツのやつで留めるんですよ。なんかこんな感じですごい可愛いなと思って、前から売ってて、もう結構前から売ってるんですけど、はい、なんか可愛いなと思って今更なんですけど買ってきました。で次はこちらです。こちらの糸巻きアンティークメッセージカード封筒付きというものを買ってきました。これはこんな感じで使うことができて、ここに穴が開いているので穴に紐を通したりとかできて、はい、タグとしても使えるしということで、封筒もついているのでこの中になんかあれして入れたりできるものになっています。こちらの羊かな、羊のデザインと、このなんかとっても可愛らしい柄とエッフェル塔の柄を買ってきました。なんかエッフェル塔は前に見たことあるんですけど、この2つはなんかあまり見たことなかったので、はい、買ってきました。はい、可愛かったのでこちらはいろいろと使えるので、はい、こちら3種類買ってきました。次はこちらになります。こちらのちょっとしたメッセージを伝えるミニカードになります。こちらは封筒型のメッセージカードで12枚入っていますね。こちらはこんな感じでとても小さいもので、書いて封筒にできるというものになっています。すごいちょっとしたメッセージにこう添えたりするのにとてもいいなと思って、プレゼントになんかねちょっと添えるのにもいいかなと思って、はい、こちら買ってきました。前から売ってると思います、これは。はい、次はこちらです。こちらはハンディバッグ S フロストフレンチモチーフ7枚というものになっています。こちら7枚入っていて、こう分かるかな、なんか質が結構しっかりしてるいい質で、はい、7枚も入っているのでいいなと思って買ってきました。ちょっと犬が鳴いてるので、はい、ちょっとうるさいかもしれないんですけれども、すいません。はい、こちら買ってきました。なんかすごいちょっとしたものを入れるのにいいかなって感じですね。結構小さめ、これぐらいの大きさです。はい、で次はこちらです。こちらのペーパークリアバッグ S を買ってきました。マイメロちゃんです。こちらは6枚入っています。それと M サイズも買ってきました。 M サイズは4枚ですね。買ったことは多分あると思うんですけれども、はい、可愛かったのでまた買ってきました。次はこちらです。ラッピング袋 L の引
キララちゃん5枚入りになっています。このふんわりした感じのデザインが可愛いなと思ったので、はい、これは持ってるかわかんないんですけど、はい、買ってきました。で、次はこちらです。マイメロちゃん、もうめっちゃ反射してる、めっちゃ反射してる、こんな感じのマイメロちゃんの、恐る恐るこういう柄になっています。めっちゃ反射するんですけど、はい、こういう柄になってます。はい、こちらを買ってきました。部屋が映ってたらすいません。私の部屋じゃないんですけどね、ここ、はい、ちょっと映ってたらすいません。こちら、はい、買ってきました。自分の部屋だとね、犬の声がすごいもう丸聞こえなので、いつも扉のある部屋、私の部屋扉ドアがなくてカーテンなので犬の声がめっちゃ聞こえるんですけれども、扉がある部屋だとこう声がなんていうのかな、あんまり聞こえないので、はい、動画撮影するときは自分の部屋では撮っていないんですけど、さっきね結構大きい声で泣いてるときは聞こえちゃうかなと思うんですけれども申し訳ないです。はい、ということで今回はセリアでの購入品があったので紹介しました。いつもと比べたらそんなにないかなと思うんですけれども、はい、購入品を紹介しました。で、もう最近すっごい寒くなってきて、もう私も今モコモコなんですけど、この前はなんか暑い日とかは、暑いっていうか、まあ普通の時はなんかペラペラのっていうか薄い長袖なんですけど、今日はちょっと雨降ってる感じで、はい、寒かったのでこちら、ね、長袖、モコモコの長袖を着ています。で、髪もいつも縛ってるんですけど、下ろしてた方がなんか寒くないっていうか、わかるかな、 なんて言うんだろう、縛ってるより縛ってない方がなんか暖かさを保てるっていうかね、なんて言うんですかね、はい、なんか縛ってたりするより首とかもあったかいので下ろしてます。今日はいつも下ろしてたとしても後ろに邪魔なので後ろに、やってるんですけど、今回はどれぐらいの長さなのっていう質問とかもあったので、ちょっとあれなのかなと思って前にしたんですけれども、こんな感じ、こんな感じっていうかね、おへそあたりぐらいの長さになっています。私の髪の毛はしばらく切ってないですね。はい、なんだこれこんな感じです。はい、なんか長さがどれぐらいなのか知りたいっていうコメントがあったので、今日はちょっと前にしたんですけど、おへそあたりぐらいかなっていう感じです。はい、というわけで今日は購入品の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。